ペンギンペンギンマークにもっと7ペンギンは、ノルウェーのコングスベルグ社が開発した短距離対艦ミサイル。1970年代から配備されたが、現在でも改良が進められ、各国で使用されている。1962年から開発が開始され、1972年から配備が開始された。西側諸国の対艦ミサイルとしては最初期のものの、一つである。エンジンは、 固体燃料ロケット誘導方式はパッシブ赤外線ホーミング方式である。弾頭重量は 120kg 前後。発射プラットフォームは多彩であり、ミサイル艇のほか、固定翼機、ヘリコプターにも搭載、運用されている。アメリカ海軍でも AGM-119 として100発余りが採用され関西ヘリに搭載されたが、追加購入はなされていない。 コングスベルグ社では、エンジンのターボジェット化、GPS 誘導、IR イメージ誘導などの改良を行ったものを開発中である。ペンギンソラー対艦ミサイルを発射するアメリカ海軍の SH-60 出展、デジグネーション、システムズ、ネットハットパーシュ、アンドレアス、AGM-119、ディレクトリオブ US ミリタリーロケッツミサイルズ、デジグネーション、 システムズネット2007年7月30日閲覧ありがとうございます。